ベルリン国際映画祭はドイツのベルリンで毎年2月に開催される国際映画制作者連盟公認の国際映画祭。カンヌ国際映画祭、ベネツィア国際映画祭と並び世界三大映画祭の一つに数えられる。ドイツではベルリナーレと呼ばれることが多い。他の映画祭と比べると社会派の作品が集まる傾向がある。また近年は 新人監督の発掘に力を注いでいる。最高賞は作品賞にあたる金熊賞。この賞の名は熊がベルリン市の紋章であることにちなむ。フィフ公認の国際映画祭中、2006年の上映作品数は第7位、来場者数は第1位であった。三大映画祭では唯一大都市で開催されていることが来場者数の多さにつながっている。 2014年版開催終了時点で10日間の期間中に販売した一般入場券が33万枚を突破し、世界最大の映画祭であると映画祭責任者のディーター・コスリックによって発表された。1951年に映画視野のアルフレッド・バワーをディレクターに開催されたのが起こり、第二次世界大戦前に芸術の都として栄えた。 ベルリンの西側の拠点であり、東側の中にある当時の西ベルリンにて西側の芸術文化をアピールしたいという政治的意図があったとされる。1955年にフィフに公式に認められた。当初は東側の作品は除かれており、ソ連の初参加は1974年である。バウアーの引退後、1976年にボルフドナーが 第2代のディレクターに就任する。ドナーは夏開催であった本映画祭を2月開催に変更した。1980年に第3代ディレクターとしてモーリッツでハデルンが就任する。ハデルンはハリウッド映画に重点を置くセレクションを映画祭にもたらした。1994年には映画にも及んだガットの貿易対立でアメリカ側が映画祭をボイコットする騒ぎとなり、 ハリウッド重視の方針により大きな影響を受けた。2000年にハデルンはディレクターを解任され2001年で退任。2002年からはディーター・コスリックが第四大ディレクターとなっている。ベルリナーレにはコンペティション部門、パノラマ部門、エンカウンターズ部門の7つの公式部門がある。それぞれに部門にディレクターがおりコンペティション部門、パノラマ部門、 エンカウンターズ部門などはベルリナーレ本部が運営しているが、フォーラムは実際は本部とは別の独立した組織が運営している。その他、2004年から始まったベルリナーレスペシャルや映画を売り買いするヨーロピアンフィルムマーケットなども開催されている。その他の日本映画関連の受賞は、浜口監督、ショーの重み実感ベルリン映画祭受賞式。3K ニュース。 2021年6月14日閲覧。

スラッシュ https コロンスラッシュスラッシュ filmex.jp スラッシュ2019スラッシュニューススラッシュインフォーメーションスラッシュ filmex2020 山田洋二監督小さいおうちの黒木春に女優賞ベルリン国際映画祭スポーツ放置2014年2月16日へ閲覧黒木春さんに最優秀女優賞ベルリン国際映画祭 47ニュース共同通信2014年2月16日閲覧坂本監督のフォルマに批評家連名称ベルリン国際映画祭スポーツ報知、2014年2月16日閲覧ありがとうございます